条件はクリアされました。私たちは今日この瞬間を絆と定義し、証明することになるでしょう。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ミレニアム学園、音瀬小玉先生の声が聞こえたのでここに来ました。ゲヘナ学園、給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。少女を美しくするのは化粧ではなく熱情。